をね、はい、前の試合から見るとね、初戦いろいろ研究してきました。そうですね、左、右、左、さあ、着々構成、ロープに追い詰める、ボディを狙う、ボディから顔面、このコンビネーションはいい、ワンツー。あのワイルドなパンチを食います。迎え撃ちしてますから肩に汗をかいています。また右です。ドローレスの右、ボディから顔面、今度はチャンピオンです。今度は右のストレート、もう一発。後半になってくるとね、ジュンジョン、ぐんぐん追ってくるんですよね。これが本当にあれですね。ことありますか？何回かありますね。もう精神的にね、やはりちょっとね、不安になってくるんですよね。そういう時やっぱりあの前のパンチですね、リードパンチ、これをね、うまく使うことですね。ジュンジョンの具志堅用法。さあ、具志堅がいよいよ勝負をかけるか。ボディから顔面、またボディから顔面、どうやらチャンピオンが勝負をかけるそうですね。なんかね、そういう感じですね。とにかくだからね、打った後をやっぱり取ってないといけませんよ、はい、本当にあの反撃がありますからね。さあ、練習でも打った後は頭を必ず動かすようにと、そういう注意を受けていました。チャンピオンフットパンチがね、案外ね、効、はい、くんですよ、今は。おっと、左のフック、まずいですね。ちょっとブロックになりましたね。ちょっと武士が打たれました。あのベンダーをどうして受けるんですかっていうのを本当に打たれちゃったんですね。左のフック、右のストレート、左クローレス構成。なんかね、武士が打つのだ。武士が頑張れ、頑張れ、ダウン、ダウンを打たれます。もう武士が故障としています。武士が故障としています。さあ、第9ラウンドです。左のフックアウト、もう打ちないで、ね、の真上だ。足を使えないチャンピオンの具志堅、左のストレート、必要に攻めを見せます。クローレス相手のコーナーに追い詰める。クローレスの必要な攻め、具志堅に入れたいところ、回りたいところです。あ、止まっちゃダメですね。実質正確なパンチなんですね。はい、止まないでダメですよ。あくまでも具志堅を追います。お客さんから、館内のお客さんから悲鳴が飛んでいます。具志堅頑張れ、パンチが出ない、パンチが出ない。さあ、回ってほしい。いや、数が多いですね、本当に。連打連打ですかね。今度はボディを狙うクローレス、クローレス構成です。回る回るという赤コーナーの地、カリア会長です。ようやく足を取ります。ボディ本当に疲れを知らない挑戦者のフローレス。もうこうなりますと本当に打ち合いですね。はい、もう体力も頑張れ。フローレス飛んだ。本当に強いですよ。現役最多の13年連続防衛を果たしています。チャンピオンの決戦陽光を2人です。第9ラウンド残り時間が1分を切っています。さあ、1人のショートアッパー、どうやら決戦中も来ているようです。入ります。思えば1976年、昭和51年の10月10日、山梨県甲府市の山梨。あーっと、また4発、あーっと打たれた。危ない危ない、チャンピオン危ない、チャンピオン危ない、危ないですな、ほら、危ない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 、
敗れました。敗れましたね。ついにチャンピオン横